タミヤ流、抜き打ち憲法から読み解く、居合の技法。表八下、胸の刀編。はじめに。タミヤ流、抜き打ち憲法は、福井藩の居合師範のワニブチ家に伝承されていたタミヤ流について、詳細な使いようが残されています。特筆すべきは、詳細な居合の手順に加えて、足跡や絵図を浮いて、足さばきや体さばきが具体的に残されており、抜刀の使いようの詳細が伺える点です。この動画では武術の歴史には触れず、伝書に記載された居合の技術的要素にフォーカスしています。もちろん、伝書から読み解いた推測となります。久留米藩伝タミヤ流の動画をご参照いただいた後の方が、より理解が深まると思います。タミヤ流といえば胸の刀。多くの伝のタミヤ流にこの型が存在します。お約束の型なのですが、伝や、使う太刀によって仕様が異なるようです。まず胸に沿わせて抜刀するので、横に抜く点は、他の型と同様です。我が胸に沿わせて抜く心なり。しかし、いつもの抜刀とは異なり、使おを右下に下げて、切っ先を左上にしてから、脇につけるとあるので、一旦太刀を横に抜き出した後に、つく所作であることが伺えます。抜きつける、といった感じでしょうか。つかを右下へ下げ、切っ先を左上へなし、筋違いに図のごとく、内太刀の胴は利きへ抜きつけ、押さえ抜きの足使いにして。久留米藩伝の向こうの刀、その2の逆の抜刀。久留米藩伝の向こうの刀では、その1の、つかを横に抜く体を、上から見て半時計返りにすることでその2の、三角の鐘、を作りましたが、福井藩伝の胸の刀は時計回りに体をさばきます。厳密には回るのでなく右半身をさばきます。我が体を、ソルがごとくして、は敵に胸ぐらをつかまれている点もありますが、右半身のさばきの意もあると思います。そうすることで、つかを右下へ下げることができ、そのため切っ先を左上へなし、という形勢をなし、結果として、内太刀の胴脇へ抜きつけることが可能となります。この抜きつけハム外流居合表道の胸つくしと同様の術理を使います。なお、この胴脇への突きにより、敵は切っ先を避けるために距離を持つため、手を伸ばし、底を切り上げます。表八下、胸の刀。これは内太刀、割れを左側になしに刺す。仕立ちは内太刀の左側に向いて、場合、構えも一の技の形成にあるべし。さて、内太刀、我が襟の胸と元をつかみ、引き立つるとき、我が体を反るがごとくして、その間に、束を右下へ下げ、切っ先を左上になし、筋違いに図のごとく内太刀の胴脇へ抜きつけ、押さえ抜きの足使いにして、右足を引き、それより柄頭へ右手をかけ、輪を上の方へ向け、図のごとく内太刀の手を上げ、切り上げれば、打内太刀の胸の手を離すべし、その時、図のごとく代わりを首を切る。あとは前のごとき形勢をなす。胸の刀のまとめ。太刀を横に抜きながら、右半身をさばくことで、太刀を後ろに抜刀することができ、敵を突くことができます。この時に、鞘の小尻が自分よりも前に出ません。鞘尻の小尻が出る場合は、ご自身の体がさばけていない証拠です。手を主体で抜くとそうなりますので、特に背中を使って、体全体で抜くように心がけましょう。